台湾中油は1946年に設立された台湾の石油元売り作用手の企業であり、経済部に所属している国営企業である。略称は中油、旧称は中国石油講師。1946年6月1日に中華民国政府100%出資の国営企業、中国石油講師として中国大陸の上海で設立された。 1949年、国境内戦で国民政府が台湾に移転すると、中国石油も国民政府と共に台湾に移転した。ただし、台湾における中国石油は戦後に国民政府により接収された日本海軍の第6燃料省や帝国石油、日本石油の高尾製油所、日本石油内ぐり製油所、大宅化学工業、 台湾総督不天然ガス研究所などの施設を主体としている。台湾の石油産業は1999年に台湾プラスチックグループの大組石化が参入するまで安全保障、エネルギーセキュリティ確保の観点から国営の中国石油が生成、販売事業を独占していた。現在、台湾中油は台湾電力と伴いにエネルギーの規制緩和により 民営化が検討されている。中国の中国石油天然気とは提携関係にあり、日本の三菱商事とは協力関係にある。2007年、当時の陳水平政権による台湾マサナ運動の一環として、中国石油公司から台湾中油に解消された。中華人民共和国にも中国石油があり、中国大陸からは元から台湾中油と呼ばれていた。 なお、解消にあたって、完全に書き換えをするのでなく、中国石油から国石の2文字だけを消して、中油としている例が見受けられる。精油所は、台湾南部の高尾と大林、台北近くの桃園にあり、3つの精油所の合計処理、能力は77万バレルである。日本での知名度は低いが、スーパータイ級シリーズに、台湾人ドライバーと日本人ドライバーと、コンビが、 ホンダシビックタイパーで参戦した際に、メインスポンサーを務めたことがある。台湾中油、中国大陸で、ガソリンスタンド展開へ。台湾 o d a y http コロンスラッシュ www.taiwanembassy.org スラッシュコンテント .asp?mp イコール 247& カッテムイコール299810 台湾中油、三菱商事と提携移行所交わす。台湾ト d a y http www.taiwanembassy.org c o n t e n t .asp?mp イコール 247& カッテムイコール256496サービスステーションの看板や台湾鉄路管理局のタンク車など ありがとうございます。